JR のダイヤ改定で今日姿を消した夜行列車特急北陸と急行のとの最後の姿を見ようと、早朝にもかかわらずおよそ1000人の鉄道ファンが上野駅に集まりました。特急北陸は半世紀以上にわたって上野と金沢を結んできた歴史のある列車です。一方の急行のとは、国鉄時代の特急列車から受け継がれたボンネット型と呼ばれる独特のスタイルを持つ車両が使われ、どちらも鉄道ファンに根強い人気があります。しかし利用率が低迷し、今日のダイヤ改定で廃止が決まりました。後世の人たちにも伝えられるように記念品も残してありますし、お疲れ様って言いたいですね。本当に今朝の上野駅にはカメラを手にしたおよそ1000人のファンが最後の北陸と能登を出迎え、盛んにシャッターを切っていました。一方、JR 金沢駅には早朝からおよそ500人の鉄道ファンが訪れ、上野発の最終列車の到着を待ちました。午前6時52分、強風のため定刻より30分近く遅れて寝台特急北陸が、午前7時9分には急行能登が到着しました。私結構使うんですよ、能登。だからなんか定期便か臨時便なんてちょっと悲しいですね。JR 金沢駅では警察などおよそ70人が警備に当たり、目立った混乱はありませんでした。